と申します。今日はですね、ちょっとあるライターさんの言葉をお借りしたんですけれども、とにかく黙って全部取れというちょっと挑戦的なタイトルでですね、スパイダーという製品についてですね、お話をさせていただきたいと思います。スパイダーとはそもそも何かと申しますと、今目の前に持ってきているんですけど、すいません、前の話しかご覧いただけないんですけれども、テレビを8チャンネル同時に1週間丸々録画してしまうというですね、ちょっと強引なハードディスクレコーダーであります。で、本体はこんな感じで、リモコンがこれですね、シンプルにまとめてあります。で、まずはとにかくですね、デモをご覧いただきます。こちらの画面になります。今ちょっとスクリーンセーバーが出ておりますけれども、これ番組表ですね。例えばですね、今週の、水曜日の番組表をします。で、これ、NHK からテレ東までですね、全部取れております。ですので、選んでポンで即再生できます。で、もちろんですね、すみません、音が出たんですね。早送り巻きの字も自由にされる。こんな感じですね。ですから、もう予約録画とかですね、なんか見逃したということが一切なくなります。なんかネット上とかで話題になった番組なんかもですね、もちろんここで全部チェックできるわけです。で、ところがですね、これ、1週間丸々撮ると、全部で2000以上の番組が中に録画されます。でですね、それをですね、番組表からいちいち探すというのはとてつもなく大変で、面白い番組、見たい番組というのをどうやって探すかというのが、スパイダーのテーマになります。ですね、まず我々、検索機能というのを頑張って作りました。例えばタレント名で検索とやりますと、過去1週間に出演したタレントさん、ここに全部出てきます。出てきますので、あと選ぶだけなんですね。あゆみさきちゃんって選ぶと、彼女が出ている番組と、それから実はですね、 CM のメタデータを持っていますので、 CM も全部即再生することができます。これマニアの人にはたまらないと思います。さっき誰よっていうときはですね、ウィキペディアで検索というのがですね、すいません、ちょっとテスト不足でテストしてなかったんですけど、即、本当は出てくるんですね。すいません、ちょっとリトライします。で、検索の機能がですね、他にもちろん番組名で検索ということもできますし、あとは企業名で CM を検索、商品名で検索、ちょっと変わった使い方としてはですね、カテゴリーで映画の CM だけを全部並べましょうと。これ91個見つかりました。で、これをですね、順番に上から連続再生なんてやると、映画の CM だけを流し続けるマシンに変えられます。ですから、これをずっと見ながらですね、来週末何の映画見に行こうかなんてことをですね、考えて楽しむということもできるわけです。で、今ご紹介したのはですね、検索をして自ら能動的に番組を探そうという機能なんですけれども、今回テレビというのはですね、もっとなんかそばに寝そべりながらですね、ゴロゴロしながらなんか面白いのやってねえかなという感じでですね、そういう感じで見るものだと思うんですね。これ我々もっと受動的に見る機能というものを開発しておりまして、なんか面白い番組を見つけたという時にですね、これで丸とかバスとかっていうボタンがあってですね、これ丸を押してもらうと、感想をここに入力することができるんですね。そうするとこれインターネットつながってますから、サーバー経由ですね、スパイダーを持っている人全てのスパイダーにその感想が配信されて、でこのコンシェルジュというところに行きます。これ今みんなの感想と出てますけれども、これが今実際スパイダーを使っている人たちから送られてきた感想ですね。例えばスパイダーってこれ独断で目です。小倉さんは iPhone の説明をしているんですけども、これで出てる画面がうちのスパイダーのサイトのページになってますとかですね、コリン性爆発とか、なんかユーゴリンがなんか何番目ちょっと分かんないんですけど、こういう人が見て楽しいと思った話題がここに集まってくるわけですね。だからその合法的な YouTube みたいなイメージで捉えてもらえるような、 YouTube 違法というわけじゃないんですけど、あとはもちろん CM に関してもありますし、あとはですね、今は1対他のおすすめなんですけれども、個人から個人へおすすめを送ることもできます。これはですね、例えば奥さんがですね、昼間番組を見ていて面白いのあったよというので、それをですね、旦那さんにおすすめとして送っておいて、で、家に帰ってきてから一緒に見る。夫婦の会話が生まれて、1ヶ
カタンランというですね、そういう絵もですね、描けるという夢のある機能ではあります。あとですね、ちょっと変わった機能としてはですね、先ほどスクリーンセーバーというのが出ていたんですけれども、これは何かというと、取りためた番組の中からですね、本当にランダムにですね、番組と CM を順番に再生するという、再生まではしないんですけど、こう音なしで映し出すという機能なんですね。で、30秒ごとに切り替わります。で、これをぼーっと見てるとですね、意外とここからこれなんだろうって、面白いものが見つかって、あと再生することができるんですね。で、これが面白いなと思ったらですね、こう先頭に戻って、見るというようなこともできますし、また新しい発見とか出会いがあると、そういうですね、いかに面白いものと出会うか、発見するかというところに注力して、いろいろ作っております。で、遅ればせながら自己紹介させていただきますと、我々 PTP というベンチャーで15人くらいの小さい会社です。小さい会社なんですけれども、開発運用、販売サポート、製造以外はですね、全部自社でやっております。よく聞かれるんですけれども、スパイダー以外の事業は一切やっていなくてですね、腹くくってこれやっているということですね。で、私そこの、エンジニアとしてスパイダーの開発をもう3年4年とやっております。これうちの娘で生まれた時からスパイダーヘビーユーザーです。中身どうなってるかと言いますと、その中身はマルキリ PC なんですね。PC アーキテクチャでキャプチャーカードが4枚下がってて、ハードディスクが3台入ってて、Linux でなんか力技でまとめられたというような作りになっています。で、今ご覧いただいたようにですね、我々ユーザーインターフェースに非常に力を入れておりまして、レスポンスの命だと思っているわけです。ここでですね、CPU はセレロン 2GB とかですね、メモリ 512MB という、もう家電ではちょっとありえないようなスペックのものを使っています。で、対照的な話としてですね、この前某家電メーカーさんでテレビ作ってらっしゃる方に聞いたんですけれども、非常に先進的なアプリをテレビに入れようとしたらですね、で、全然やってもいいけども、ただお前らに やれるメモリは1枚でもないぞと、思いなしの中で頑張って作れようという、そういうことを言われたということでですね、非常にやり方が対照的だなという事例ですね。それからですね、リモコンのボタンをなんとか減らそうと。普通 DVD のレコーダーのリモコンを見るとですね、数えてみるとボタン60個以上あるんですね。で、大きいリモコンでパカッと開いたりしてですね、それはありえないだろうということで、我々はとにかくボタンの数を減らすことに注力しまして、押せるところ24個しかありません。で、十字ボタンと決定とバックとですね、そのぐらい覚えてもらえると、ほとんど全ての操作ができるというようになっています。で、このリモコンに合わせて GUI もソフトウェアの方も開発をしているということですね。ただ、デザインとか凝りすぎてですね、ちょっと原価が1万円を超えているというとんでもないリモコンです。で、本体の方もですね、酒井さんという工業デザイナーさんにデザインしてもらったんですけれども、もう非常にデザイン的に凝って、デザイナーさんの言う通りに作りましたところ、国内でしか作れず、原価はちょっと計算したくもないという感じです。改めてですね、スパイダーとは何かというのをですね、話したかったんですけど、ちょっと時間がないので走りますけれども、テレビのキャッシュシステムだというふうに私考えておりまして、今まで皆さんの脇をですね、見てる時間以外は全部すり抜けていった電波を一旦手元に全部捉えると。そうすると、これ、公共の電波の有効活用じゃないかというふうに考えています。で、リビングにキャッシュしてくださいと。で、電波は放送が得意です。で、テレビっていうのはまだまだ質の高いコンテンツたくさん持っています。インターネットは通信が得意ですので、先ほどの CM のメタデータですとかですね、CGM 決済みたいなところは通信をやればいいじゃないかと。いいとこ取りをして、映像は電波から、サービスはネットで、それがスパイダーのコンセプトです。で、これが僕らが考えた放送と通信の融合の一つのあり方ではないかというふうに、強引にまとめさせていただいてですね。一応課題もありまして、地デジに対応していません。ですので、これから頑張って作りたいと思います。で、最後ですけど、テレビ見ないよっていう方、最近多いんですけれども、実際テレビ番組向けのですね、雑誌はですね、雑誌が振るわない中ですね、各紙10万部以上出ていたりしてですね、まだまだ生活の一部だという方も多いと思うんですね。スパイダーを見ていただくと、生活が変わったとかですね、テレビが非常に楽しくなったという声たくさんいただいていますので、テレビまだまだいけるぞということでですね、皆さんのライフスタイルを変える機器というのを目指してですね、今後も頑張って開発をしていこうと考えております。最後、そんな素敵なスパイダーですけれども、お試しの貸し出しキャンペーンというのを
近々やりますので、もし興味持たれた方は後でウェブをチェックしてみてください。以上になります。